いや、ないですね。ゲームセンターとかで昔ちょっとやったことがあるぐらいです。まあ、飛行機で行けるところがいいですよね。あと、あんまり山奥に行くのは大変なので、できればあげたいと思います。あと、海外は行けません。いや、もう本当にありがたいですね。気が落ち込んだ時は皆様からのコメントに対していつも元気づけられてます。はい、北朝鮮にだけは飛ばないように皆さん祈っておいてください。
開きます。出雲神話の世界が描かれる出雲の国くどきの中で神々からの宝が置かれたと伝えられる鴨。岩倉という地名は大きな岩を意味し、古くからさらに鴨岩倉遺跡と神が高尊な遺跡とを結びつける決定的ともいえるものが神上がってきました。今によみがえった出雲の青銅器、神を呼ぶ鐘。古代人たちの耳にその音はどのように響いたのでしょうです。
て祭りで。Thank you.
によって、で今度これよりちょっと大きい長い棒で、もう一来たのが6人でまたドスンドスン叩き締めて叩き締めて、中は一本木の栗の木、直径40ぐらいの栗の木ですよ。立ってる柱は
A 代表サイドバックの小川、そして24歳以下の代表の佐川、この2人が控えていますが、2人ともベンチスタートという今日のゲームです。アナウンサーのリポートがありました。リーグ中断前は3バックで戦った宮川監督、このリーグの再開、再び4バックに戻す、まあ、特定のマークをつけるのではなくて、自分たちのチームコンセプトの中で前線の今シーズン、トスから加入です。2010年から16年